ハニューゆずる、VOCE 発表誌で見せる清楚スマイル、クランプとの奇跡コラボに込められた物語。フィギュアスケーターのハニューゆずるが、ビューティー誌、VOCE、2024年1月号、講段社の表紙を飾ることが発表されました。清楚な白のシャツに身を包み、微笑むハグの姿は、彼のプロ転校後の滝にわたる活動とともに注目を浴びています。さらに、 この号では創作集団クランプとのコラボレーション絵本、ギフトのイラストも初公開され、その裏に隠されたストーリーにも迫ります。波乳ユズルの VOCE 初登場。波乳ユズルが VOCE 氏の表紙に初登場することは、ファッションや美容に対する新たな一歩を示しています。彼のクリーンで清潔感あふれる笑顔は、プロフィギュアスケーターとしての華やかな一面と、新たな分野での挑戦を感じさせます。 この表紙は、彼の活動の新たな局面を象徴していると言えるでしょう。クランプとの奇跡のコラボ、ギフト。羽生譲るの魅力が詰まった別のプロジェクトが12月20日に発売されます。それは、創作集団クランプとのコラボレーションによる絵本、ギフトです。この奇跡のコラボが実現した経緯には、どのようなストーリーが隠されているのでしょうか。VOCE は、中面ページで、ギフトのモチーフをイメージしたハブな写真とともに、 この夢のコラボがどのようにして生まれたのかに迫ります。ファンが予約開始以来知りたかった情報が市場で初めて解禁される予定で、ますます注目が高まります。浜辺美波から羽生譲へ、VOCE 拍子のバトンタッチ。通常版リップティント付録版の表紙を飾るのは、これまで浜辺美波が担当していました。彼女は9月号の表紙の撮影から約4ヶ月後。 朝ドラの撮影の合間に素敵なショートカットを披露しました。そして、次なる表紙の主役として、羽生結弦が選ばれました。これは、彼がファッションと美容の世界で新たな旅立ちを果たすことを象徴しています。スーパーピープル、加藤茂明の登場。美容師、VOC には、俳優やアーティストたちの等身大の姿を売れんスーパーピープルがあります。今月は、ニュースのメンバーであり、話題の新刊。 慣れの果てを執筆した加藤し明が登場します。彼の美容やライフスタイルに対するアプローチにはどのような視点があるのでしょうか。読者は、これまで見慣れた彼とは違った一面を垣間見ることができることでしょう。大特集、VOCE ベストコスメのお祭り。美容のプロ66人の審査員を迎えた半年に一度のコスメの祭典、VOCE ベストコスメが今号の大特集となっています。 2023年7月から12月にかけて発売されたすべてのコスメが厳正な審査を受け、最も使ってみる価値があると認定されたアイテムが選出されています。白石ひじりや田村穂の桜坂46スラッシュ不要新イレギュラーモデル、ヤギアリサなどが、これらの優れたコスメとともに旬なメイクを披露しています。読者は、美容のプロたちのお墨付きアイテムを通じて、 新しいメイクのアイデアを得ることができるでしょう。VOCE2024 年1月号は、羽生結弦の初登場やクランプとの奇跡のコラボ、そして美容のプロたちが厳選したベストコスメなど、多彩なコンテンツで読者を魅了しています。羽生結弦の新たな一歩や彼の美的センスに触れることで、ファッションや美容に対する新たな視点を見つけることができるでしょう。また、他の注目記事や豪華な表紙付録も楽しみながら、 美容とファッションの最新トレンドに追いついてみてください。